え、オッケーオッケーオッケー。俺あ、じゃあ多分いいよ。じゃあユリアと。マジか。あのキャラのダイアグラム、俺が言うとおかしいことになりそうだからあんま言わない。わかりました。精進します。精進します。精進します。俺の勝てる組み合わせ多すぎるんだよ。そう、俺もスイ君とかもそうだもん。そうそう、なんであれね、トーボも勝ってないから。樹海も俺ステージ次第では有利だと思う。あ、俺も樹海はね、結構自信に来だから。自信に来や。さすがに。そう、さすがに自信ある。そうそうそう、フィールド結構いけるでしょ。いいっすね、フィールドいけますよ。そう、フィールド結構いける。シュートと岩が。そうそう、岩とシュートがね。岩投げてるだけで、岩投げてると勝手に焦げるから。勝手に焦げるから。種マシンガンとか撃ったらね。さあさあ、実況始まってて、さあミッキーがビームを撃って当たる。さあ弾を撒いて、さあ邪悪な紫色をした弾を撒いて、さあバフ、デバフをつけて取ってる。さあ手っ取り早く終わらせようってあるか。さあビームを撃って、さあ邪悪な弾を吐いて、邪悪な弾を吐いてビームを撃って、さあパーフェクトか。さあ投げは通んない。おっと、さあ置き攻めチャンス、置き攻めチャンス。投げはちょっと遅かったぞ。大丈夫か。さあ8割が当たって、さあシュート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 、邪悪な弾、破壊光線、破壊光線、破壊光線。さあ破壊光線3回でガードが割れる。さあ炎を出して、炎を出して、紫色の炎を出して、紫色の炎って何、ね、テルミット反応が起こってんの。テルミット反応によってこれ紫色の炎が起きてるってこと。なんか鉄分とか混ぜてるってこと。さあ、おっと、うまくこのパン合わせて、トカゲのターン。さあ小さくなる、を見てから、お、やる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 。さあさあ体力7割持ってって、さあ後ろに下がった後だったが届かん。さあ池コンボもらって、距離を離されて、さあ近づくまでぴょんぴょんするけど、上に弾が飛んでくる。ぴょんぴょんするけど上に弾が飛んできて着地を投げられる。さあ上にぴょんぴょんするけど心がぴょんぴょんしていない。心がぴょんぴょんしないとシャンデラには近づけない。さあ心、お前、さあトカゲの心は弾んでいるか。トカゲの心は弾んでいるか。お、弾んでる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 。さあさらに弾めるか、弾めるか。 BA を当てれるのか。さあと、お、あらららら、あれ今 BA で勝ったんじゃないの。さあ置き攻めオーバーヒして共鳴を吐かないの。あ、ガード間に合うんだ。おお、なんか共鳴しぶりましたね。え、シャンデラの共鳴その弾の遅かったっけ。いや、まあどうせフィールド取れるじゃん。さあ小さくなる。さあから、さあ小さくなるからボッタチをしていたところになんか頭突き。さあいい差し込みが入って、さあジラーチ置き攻め、ちょっとその、おお、誘った、バクステ誘った。お、あるぞ今日トカゲ、あるぞこれ、頑張れ。さあリザードも共鳴して、 B 当てれば勝ち、 B 当てればキャッチ。あー、これ共鳴当たっちゃう。さあ B 当たっちゃって、さあ悪夢を見せられる。さあ夢の中でシャンデラが出てきて、さあなんかお腹が映ってピキーン。さあ寝てる。さあこの破壊光線の嵐を避けていけるか。さあ上に飛んで、さあ、おーっと、これは上手な対応ですね。小さくなるで、ほみかく2段目を全対応なのかな。さあ上に逃げて、画面端に逃げて、さあビクティニを出して、乳首を出して、乳首の入った投げが通って、死。いや惜しかったですね。いやあそこで BA もらわなきゃな。今日トカゲ決勝あったんだけどな。さあシャンデラ SK、 さあ昨日 SK と話したときは、まあ、明日のガニコスさんにシャンデラとだけは当たりたくないって言ってたんですけど、決勝2先 ?2 先だそうです。さあ決勝戦 SK 対ミッキーシャンデラ。